皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日はハヤブサ2解説の続きをしていきます。めちゃくちゃ久しぶりだよな。何が？ハヤブサ2解説がだよ。そうだっけ？先週したばっかでしょ？してねえよ。何ヶ月ぶりだ？よ、4ヶ月ぶりかな。お前年に3回のペースでやってくつもりなのか？ネタが多すぎる宇宙のせいよ。私のせいじゃないもん。それにどっかの誰かさんのために宝石解説の時間も作らないとだしね。それは最優先で頼む。期待には応えられないわ。ハヤブサってね、1981年からコロコロコミックで連載された野球漫画暴れハヤブサでね、物語冒頭の舞台は甲子園の決勝、飛龍学園のハヤブサ太郎と野球学園の野球15の対決で、野球15が打ったボールはピッチャー返しで、ハヤブサ太郎は余裕でキャッチするはずが、野球学園側のスタンドから妨害で打球を受けてしまい、それが致命傷となって、ハヤブサ太郎は弟の二郎のそばで亡くなってしまったわ。弟の二郎はボクシング選手だったけど、兄の敵討ちをするために野球選手に転向して。あ。ハヤブサ2は？今も元気に宇宙を飛んでるけど？ちげえよ、今日はハヤブサ2解説だろうが。はいはい、わかりました。これから解説するわ。たく、これだから堅物魔女は。なんだって？なんでもないわ。これから本題に入るね。さて、種ヶ島に到着して整備と点検を受けたハヤブサ2は、小惑星リュウグウに向かうべく H2A ロケット26号機に搭載されて、あいにくの天気で2回の延期をした後の2014年12月3日午後1時22分4秒に打ち上げられたわ。なんか秒単位で打ち上げが決まってるのか？そうね、人工衛星や探査機などの宇宙機っていろんな軌道に投入されるわけだけど、とりわけ行き先が動いているものは分野秒単位で打ち上げタイミングが決まってるわ。適当に準備ができたら打ち上げてるんじゃないのか？相手も動いているわけだから、合流するタイミングや地球を周回する衛星などとの衝突を防いだりとかを計算して、いつ打ち上げれば最適なのかを決定するんだけど、地球が自転してるせいで射点もリュウグウに対して動いてるわけだから、刻一刻と軌道が変化するのね。だけどロケットって基本的には事前に入力されたパラメーターに従って飛んでいるから、変化し続ける軌道に柔軟な対応ができないのね。だから秒単位で打ち上げ時間を決めているし、そのタイミングで打ち上げできなきゃその日の打ち上げは中止になるわ。ちなみに打ち上げが延期になると次回の打ち上げまでに最短で2日かかるね。なんで2日もかかるんだ？打ち上げ射点がある地元や関係各所への通達とかしないといけないからね。H2A の場合はその間に推進剤を抜いて点検するしね。忙しいもんだな。冬の種ヶ島や内の裏の場合、氷結層がネックでね、雲の中に0度からマイナス20度になる層があって、それを氷結層って言うんだけど、氷結層では氷の粒が衝突し合うことで電気を帯びて激しくなると、それが雷を引き起こしたりするわ。なるほど、ロケットに雷が落ちるといけないからか。そうね、他にも氷結層にロケットが突っ込むと雷を誘発させることもあるからね。危ねえな。そういう天候の都合で延期されたりして、本来は11月30日だったけど、氷結層が原因で12月1日に延期され、強風で12月3日に延期されて無事打ち上げられたわ。まあ焦る必要もないしな。それもそうだけど、一応期限があるからね。期限なんでだ？超絶簡単に言うとね、ハヤブサ2は地球と同じ太陽を周回しているから、地球との位置関係が重要でね。これを見てもらうとわかるわ。なんだこれ。青いのが地球で、ピンクがハヤブサ2、緑がリュウグウなんだけど、H2A ロケット26号機で打ち上げられたハヤブサ2は、地球重力圏から脱出した後、地球の公転軌道より少しずれた軌道を進むわ。なんで少しずらしてるんだ？地球の近くを通すと、地球に落ちないように抗い続けないといけないでしょ？まあ確かに。それともう一つ理由があってね。リュウグウの軌道を見るとわかると思うけど、地球の軌道と比べてだいぶ偏った軌道をしてるよね。そうだな、画像の左側が膨らんでるな。この軌道に合わせるのってちょっと厄介でね。リュウグウって火星や金星などの惑星と違ってとても小さくてね、直径は平均896メートルしかないから、重力もそれだけ小さいんだよね。重力が小さいと何か不都合なのか？よく考えてほしいんだけど、地球の周りを飛んでる人工衛星って一定の速さで進むことで遠心力を発生させて地球の重力に抗ってるのね。
でも、リュウグウって重力がごく小さいから、人工衛星のように周回させることが難しいんだよね。なるほどな。例えば、火星探査機なんかは火星の重力圏に捕まってるから、火星と共に進むことができるわけだけど、リュウグウは重力がごく小さいから、重力圏に捕まるってことが難しくて、リュウグウの軌道が偏ってるってことは、ハヤブサ2もその軌道に合わせる必要があるんだけど、エンジン噴射だけで軌道を調整するには膨大な燃料が必要だから、その代わりここのタイミングで地球スイング倍をして速度を上げるのね。じゃあなんでここのタイミングなのかっていうと、宇宙での軌道って加減速したポイントの反対側の軌道が膨らんだり収束したりするのね。このタイミングで適切な速度に上げると、ここが膨らんでリュウグウの軌道に合わせることができて、リュウグウと合流できるし並走もできるわ。そのために地球と少しずれた軌道に乗せて1年後に地球と合流して地球スイング倍、その後軌道や速度を調整しながらリュウグウと合流するってことね。なるほど、そうやって偏った軌道に乗せるのか。さて、話が先に進んでしまったけど、打ち上げられた26号機は地球をくるっと1周した後、打ち上げから1時間47分21秒後、高度889キロ、速度毎秒 11.4 キロで、ハヤブサ2を分離し、その後相乗り衛星も分離して、ハヤブサ2は地球重力圏を脱出して、太陽を中心とした公転軌道に乗ったわ。打ち上げが成功してよかったな。ちなみにね、ハヤブサ2のような探査機は地球重力圏を脱出して、他の天体に行くから、通常はさっさと加速させてロケットから分離するんだけど、ハヤブサ2の場合はわざわざ地球を一周させた後に分離したんだよね。なんか理由があるのか？ハヤブサ2との通信をいち早く確保するためよ。航空機とかもそうだけど、宇宙機にとっても通信は命綱だからね。通信ができなくなって復旧もできなければミッションはそこで終了よ。やっぱり通信って大事なんだな。ちなみにロケットも打ち上げ中はずっと通信してて、たくさんのセンサーが計測したデータが地上へ送られてくるんだけど、その中で最も重要な通信ってなんだと思う？なんだろうな、高度と速度か？指令爆破用の通信よ。ロケットを自爆させるやつか。できるだけ避けたいけど、打ち上げに失敗してしまう確率はゼロじゃないから、万が一制御不能になってどこかに突っ込んでしまう前にロケットを自爆させてしまうんだけど、ロケットも途中で通信ができなくなったらミッション失敗だから、安全のために自爆させるんだけど、通信できなかったら自爆せよって指示が送れないよね。そりゃ通信できないからな。そういう事態を防ぐために指令爆破系だけ独立しててね、故障に備えて2系統あるわ。確実に爆破させるって意気込みを感じるな。自爆させることなく打ち上げられたハヤブサ2は最もリスクが高い期間に入るわ。打ち上げられた直後なのにもう危ないのか？打ち上げから3日間は太陽光パネルを展開したり、サンプラー砲を展開したり、姿勢を制御する4つのリアクションホイールという回転コマを起動させたり、イオンエンジンの噴射方向を変える機能は打ち上げ時の振動で狂ったり壊れないためにロックしてあるから、それを解除したりと、地上でテストしてるけど宇宙空間では初めて可動部を動かすから、何かが原因で途中で止まったりしないかドキドキの期間なんだよね。動かなかったらどうなるんだ？状態によっては諦めるしかないわ。例えば太陽光パネルが展開できなかったら発電できないから、そのうち電池切れになるし、サンプラーホーンが展開できなきゃサンプルの回収ができないわ。それは致命的だな。でも無事全ての機器が展開できたし、打ち上げから1ヶ月かけて観測機器やイオンエンジンなどの機器も起動できたわ。やったじゃん。これから翌年の12月3日の地球スイング倍に向けて航行するわけだけど、初代ハヤブサの時の反省を踏まえてリアクションホイールの稼働を最低限にしているわ。なんかあったっけか。初代ハヤブサでは3つあるリアクションホイールが故障と寿命で次々に停止してしまって、地球に帰還する頃は残り1つしかない状態だったから、ハヤブサ2では1つ多い4つ搭載して、そのうち1つだけを使用して残りを温存しておく作戦になったわ。それって姿勢を制御するやつだろ？1つだけで維持できるものなのか？初代ハヤブサの時実際に試された手法なんだけど、リアクションホイールってコマが回転することでその反動で機体を動かしていてね、 XYZ 軸それぞれのコマを強調制御させることで機体の姿勢を維持したり変えたりしてるんだけど、初代ハヤブサは X と Y 軸のホイールが停止してしまって制御できなくなったわ。そこで使われたのがソーラーセールモードでね。
これは太陽から照らされる光の圧力を利用して姿勢を制御するやつで、初代ハヤブサの時に編み出されてイカロスで洗練されたモードなんだけど、初代ハヤブサは最後に残った Z 軸のホイールとそのソーラーセールを組み合わせて地球へ帰ることができたから、最終最後は Z 軸さえあればなんとかなるってことで、ハヤブサ2には Z 軸のホイールが2つあるんだよね。 Z 軸だけ予備があるのはそういう理由か。でも太陽の光の圧力と組み合わせるってちょっとわからないな。これを簡単に説明するのって難しいんだけど、まずこれを見て。なんだこれ。回転する車輪を紐で吊るとどうなるかってやつなんだけど、吊るのは軸の片方だけね。車輪が回転しない状態で吊るとどうなると思う？片方だけしか吊ってないんだから傾くよな。そうね、こんな状態になるね。じゃあこの車輪を回転させた状態で片方だけ吊るとどうなると思う？この状態のまま回転するんじゃないのか？正解はこちら。落ちないな、なんで落ちないまま回転してるんだ？また次回ここに来てください。本当の理由を教えて差し上げますよ。ふざけんな、もったいぶらずに教えろよ。もうせっかちなんだから。車輪の状態を見るとわかりやすいんだけど、車輪は片方を紐で持ち上げているわけだけど、もう片方は吊ってないから車輪の自重で落ちるけど、車輪が回転しててその状態を維持しようとするモーメントがかかるから落ちないんだよね。まあジャイロ効果ってやつだね。へえ、そういう仕組みなのか。今は軸が水平になってるけど角度を変えるとその状態を維持するからね。これって回転数が落ちるとだんだん下がってくるのか？そうね、維持する力が落ちるわけだから下がるわ。ちょっとわからないな。まあこれは実際にやってみたらわかるわ。ご自宅の自転車の車輪を外してトンボを軸につけるなりしてから、電動工具とかで高速回転させて吊ってみてね。もちろん安全保護具とかも準備してね。なあ、トンボってなんだ？知らないの？トンボって車輪なのか？自転車の後輪にこういうのをつけるのが流行った時期があったのよ。何のための棒なんだ？本来は転倒した際にディレイラーとかを守るやつなんだけど、ちょうど足を乗せられるようになるから二人の利用として使われてたね。本来と違う使い方してんのか。トンボの他にハブステップや二欠棒、六角とかって呼ばれてたみたいね。まあ全部聞いた話だから知らないけど。嘘つけ。さて先ほどの動画でハヤブサ2を説明すると、ハヤブサ2は太陽光パネルなどに太陽光圧を受けているから、太陽光圧を受けてる面は動画内で言うと上から紐で吊っているところで、回転している車輪は Z 軸のリアクションホイール。そうすると、ハヤブサ2は太陽に向きながら公転しているってことがわかると思うわ。当然、リアクションホイールは車輪のように高速回転してなくて、速度を調節しながらだけどね。なんとなくわかった気がする。これは OWC モード、ワンホイールコントロールモードってやつで、XYZ 軸を温存しておいて、リュウグウに到着したらフルに使えるようにするのと、地球へ帰還できる確率を上げるためにそうしているわ。それができるなら XY 軸なんていらないんじゃないのか。これは太陽がある時しか使えないし、大雑把にしか姿勢を制御できないから、精密な姿勢制御が必要な観測には使えないわ。そうなんだな。そんな運用をしながら太陽の周りを周回して、打ち上げから1年後の2015年12月3日に地球スイングバイをして探査機の進行方向と速度を変えるわ。リュウグウに向かうためか。速度を上げるのはリュウグウの軌道に合わせるためで、さっきも言った気がするけど、宇宙の軌道ってのは加速したポイントの反対側が膨らんでいくんだよね。他に静止衛星なんかもそうで、ロケットから分離すると地球に近いポイント近地点で加速して遠地点をどんどん遠ざけていって、高度3万6000キロに合わせ、その後今度は遠地点で加速して近地点を遠ざけていき、最後は高度3万6000キロメートルの静止軌道に乗るってことをやってるわ。そのためにたくさんの燃料が必要だから静止軌道って重いんだよね。そういうことか。ハヤブサ2も遠地点をリュウグウの軌道に合わせるために地球スイングバイで加速するのと同時に、図で見るとわかるけど、リュウグウの軌道は地球の公転軌道より傾いているから、それらと合わせるために地球スイングバイで進行方向を変えるってことね。なるほどな。当然あらかじめ計算された軌道を精密にたどる必要があって、それが狂うとあらぬ方向に飛んでいってしまって、ハヤブサ2の冒険が危うくなってしまうわ。そのために地球スイングバイの日までにイオンエンジンやスラスターを使って軌道を合わせていてね。もともと3回を予定していたけど、最後の1回は必要なくなったからキャンセルになったわ。
必要ないってどういうことなんだ？2回で精密に合わせることができたから、3回目は不要ってことよ。さすがだな。地球スイングバイ当日。ハヤブサ2はほぼ計算通りに地球のそばを通過していって、リュウグウに向かう軌道に乗ったわ。これでどのくらい加速できるものなんだ？スイングバイまでは太陽に対して秒速 30.3 キロで進んでいたんだけど、スイングバイ後は秒速 31.9 キロメートルになったから、秒速 1.6 キロ分時速にするとおよそ5800キロ分加速したってことね。時速5800キロってすげえ加速だな。高度も最接近時3090キロメートルと計画と比べて300メートルしか離れていないという精密さだったわ。これは地球が直径12742キロに対して東京タワー1本分しかずれてないってことよ。そう聞くとめちゃくちゃ高精度だな。さすがお金はないけど腕はある宇宙犬だよね。そこが悲しいとこだな。最後にこれを見て。なんだこれ。ハヤブサ2が地球スイングバイ当日に撮影した地球でね。ONCT と呼ばれる光学カメラとフィルターを使用して撮ったんだけど、この写真の緑色に光ってる部分ってなんだと思う？なんだろうな、陸地とかか？陸地なら南極大陸も陸地でしょ？じゃあなんなんだ？これは植生を表してるわ、つまり植物ね。植物が生えてるところが緑色になってるのか？そうね、植物って860ナノの赤外線を強く反射する特性があるから、ONCT のフィルターでそれを検出したのよ。へぇ、じゃあ南極大陸って全く生えてないんだな。全く生えてないことはないみたいなんだけど、検出できないレベルってことね。なるほどな。ちなみに、これがオーストラリア。こっちが、マダガスカル、マダガスカルだね。他人のネタをパクっておいて、雰囲気を南極にするでは大したものだな。次回は地球スイングバイ後から始めます。わーわー言うとりますが、お時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。